かりがいいな。いいね。お高いやつよ。結構塩、マジで塩玉。あ、すんげえとこ。すんげえとこ。あ、残ってんね。こういうとことかさ、なんかゴミ、このさ石とかさ、尋常じゃない、あのあれの神秘では語り尽くせないぐらいの、この乗り気をつけんと死ぬやつじゃね。ここはね、ほんと普通に水来るんだね。ね、僕ら今カニを探しています。クロダイの餌。おお、学校かい？すげえ滑りそう。花火？すごい世界が広がっていますね。確かに何時間か前までここね、水あったよ。うわー、滑りそう。怖えー。お宝ですね。ナショナルトレジャーみたいになってきてる。あ、行ってみよっか、ちょっと。多分ね、そこを上上がれたよね。確かに。これ上やばい。これ案内書いてたから。確かに。これ、これね、ここ何磯みたいなやつ。探検ですよ、探検。イノシシでそうね。ガサガサガサーとか言ってさ、これ絶対来るね。やべえ。どうしたら漁師のおっちゃんとかに歌えたらどうする？ポンとかね。あ、こっから正規ルートに。あ、すげえすげえすげえ。言う。これさ、これなんかただの観光みたいになってる。これ観光名所よね、きっと。すげえ。今日はとある島まで来ましたっつって。どこの島？どこの島でしょう。テレテテ。遠く遠く離れた。素晴らしい。いいね。すげえ綺麗。確かにめっちゃ綺麗だよ。すごい綺麗。やばい。確かにこれは入っても全然平気だね。これね。お水の透明度がすごいね。南国の島っていいね。すげえいいとこだよ。すごいよ。もう単なるね、バカンスですよ、これ。休日の絵ですよ、これ。すごい。来てよかった。あの時見といてよかった。あ、ここはもう、それであれなんだ。様々やね。多分あの辺みたいな。裏かいよ、多分あの辺みたいな。あそこ、アングラーいるね。あそこアングラーいるね。なんかあっちの方が青物とかさ、海流が来そうだよね。どんどん生きよる。どんどん生きよるな。すごいすごい。